ロボット、それは人類が残した最後の創造物である。彼らの世界では人類の想像を絶する新しい文明、新しい生活が営まれているに違いない。これはロボオケの父、会社員のモータ、母で専業主婦のアルミ、小学1年生の息子、アウト、そして東大阪の町工場で作られた赤ちゃん、ショートの日常を描いたロボット家族の脅威に満ちた物語である。父の日の贈り物の巻。もうすぐ父の日だね。お父さんが非番警察に逮捕されてしまったから、うちは母子家庭になってしまったわね。少々お金がかかるけど、新しいお父さんを買うことにしましょう。どうするの？ちょうど明日商店街でセールがあるみたいだから、いつもより安く新しいお父さんが買えるかもしれないわ。へえ、テレビのリモコンとしても使えるのか。便利だね。夕飯の買い物のついでに新しいお父さんを買って帰るから楽しみにしていてね。はい。ただいま。お父さんを連れて帰ってきたわよ。やあ、アウト。心配をかけたね。あれ、新しいお父さんじゃない。どうして？それが、ヒョウ柄の服を着たおばさんが列に割り込んできて先に買われてしまったのよ。でも、がっかりしているお母さんを見て、飴をくれたからきっといい人よ。しょうがないから、保釈金を払って、古いお父さんを引き取ってきたの。今日は、父の日だからって、保釈金も1500円に値引きしてくれたのよ。わーい、わーい。古いものも、少し手をかけたり、我慢したりすれば使えることがあります。みんなは、古いものを大切にしているかな？